主、冷えてますよ。そうなんですよ。これが噂の冷やして食べる唐揚げなんです。え、冷やして食べるんですか、あなたはご存知ですか。揚げ物の大革命、冷やし続けて25年、冷やして食べる唐揚げ、その名も夢エネル。独自の製法により実現した新感覚唐揚げ、その名も夢エネル。25年変わらぬ味、博多発、冷やして食べる唐揚げ、夢エネル。では美味しい食べ方のポイントをお知らせしましょう。1. 冷凍庫から出して3、4分自然解凍してお召し上がりください。一番スタンダードな食べ方でパリパリっとした食感が楽しめます。2. 冷凍庫から出して1時間ほどしてからお召し上がりください。お肉の柔らかさとサクサク感が同時に味わえますよ。冷蔵庫で保存してそのままお召し上がりください。衣が柔らかくなり、冷凍の時とはまた違った食感が楽しめます。今までに体験したことのない食感と味、その秘密は普通の唐揚げは下味をつけたものに衣をつけ揚げますが、夢エネルは下味をつけずに衣をつけ25分揚げた後に特製タレ、スパイスで味付け、冷凍します。完全冷凍発酵だから1ヶ月間品質キープ。凍ったままでも自然解凍でも食べられますから、晩食のおつまみにもパーティーのオードブルにもすぐ用意できます。またお土産やギフトにも重宝されています。食べてばかりいないで、皆さん、伝えてください。これが鳥一番フードの冷やして食べる唐揚げ、夢イメドリです。皆さんもぜひ一度お試しください。美味しいですよ。新感覚唐揚げ夢イメドリ、今回ご紹介するセットは約30本入りが3箱、約90本、4725円でご提供いたします。